漁船。漁船とは、漁業に用いられる船舶である。漁法やその目的とする漁場によりその船の大きさや構造は大きく異なる。魚を取る漁船には、魚の取り方によって、船の種類の名前が個別に付けられ、また、目的の魚によって、名前が付けられることもあり、様々な種類の漁船がある。他にも、その取った魚を海上で受け取ってまとめて、 港まで運搬する船や、受け取った魚を海上で加工する船も漁船に、含まれる。沿用漁業には、漁獲を直接水揚げ港に運んだのでは非効率である。ことから、直接漁業には携わらず、もっぱら漁獲を取りまとめ、洋上基地として、各種支援を行う、少数の母船と、漁業を行う、多数の漁船からなる、船団によって、漁業を行うものがある。 母船の船内に取った魚の加工設備を備える場合があり、光船と呼ぶ。漁船を最も特徴づけるものが漁業設備である。一般には建造時に設備するが、後に増設や撤去等を行うこともある。漁業種類と漁業設備の対応例を一家に挙げる。蒸気の設備、特に一カ釣り漁業やサンマウケモウ漁業に用いられる。 修魚灯などについては大量の電源供給を要することから推進機関とは別に発電機を設備している漁船も見られる。発光ダイオードを使った LED 修魚灯の場合、従来の修魚灯よりも重油使用量が10から20%程度で済むという。一つの漁船で複数種類の漁業を季節に合わせて行う場合、蒸気の漁業設備を 季節ごとに撤去または設備する例も多く見られる。中には上甲板状の設備を大きく変えるため、毎回総トン数を変更する漁船もある。過去に行われた母船式沿用漁業や沿用カツオ、マグロ漁業では冷凍設備を有するが、沿岸漁業ではそのような設備はほとんど見られなかった。しかし近年の高鮮度による付加価値思考により、滅菌海水による 水氷の積載や冷蔵設備を有する沿岸、沖合漁船も増加している。旅客船や貨物船との大きな違いとして、漁船は一定した航路を走らず複雑な鉱石を示すことから複雑な動きに適した構造で設計される。また、羊毛作業などでバランスを崩しやすいことから復元性が重視される傾向にあり、 台風出発海域での操業を前提とした船は、船体が特に強靭に作られている。各漁業の形態によりその最適とされる構造は異なるため、漁船であれば、すべての漁業に用いられるものではなく、例えば定置漁業であれば、溶涌を行いやすいように平たくブルーワークの低い、形態の船を、かつ、お次漁業では、大きな船体を用いる傾向にある。 しかし一石で複数の漁業を兼業することも多い。内水面漁業の場合、海面漁業における産休戦相当の漁船を用いることが多いが、広い湖では5トン級の漁船も用いられている。かつての船体は木船が中心を占めていたが、昭和40年代から FRP、強化プラスチック船が登場した。現在、二十トン以下の漁船は、FRP と蛍光金。 アルミニウムが中心を占めている。なお、一級船は、現在も光船がほとんどである。漁船の機関は主に以下の3種類に分類される。戦後直後の近海は、焼き玉機関が中心を占めていたが、現在は存在しない。漁船は、旅客船や貨物船と異なり細かい動作が多く、網を引いたりするため負荷に強い機関でなければならない。近年は一部で、 電気推進機関の利用も試みられている。日本では漁船機関の出力、馬力数、キロワットは漁船法に基づく性能の基準によってトン、数ごとに上限が定められており、漁船用機関として認められた機関以外は用いることができない。太平洋戦争、大東亜戦争後の食糧難解決のため、戦後大量の漁船が建造された。しかし、 それらの急増漁船は、その機能性及び安全性などに劣るものが多く見られた。こういった背景から、漁業の振興及び漁船の適正化を図るため、1950年、昭和25年、議員立法により漁船法が制定された。漁船は漁船法で以下のように定義されている。上記の定義から漁船法上の漁業種類は差し網漁業。 定置漁業といった一般的なものなほか、漁獲物運搬船、新需要殖船なども含まれる。また、水産系の大学及び試験研究機関の有する調査船や漁業取締船は観光庁船として分類されている。蒸気の分類から有漁船は漁船に含まれず、一般には小型船舶登録を受けている。ただし漁船との兼用も可能である。 漁船は漁船登録を受けた上で船名と漁船登録番号を船体に表示しなければならない。漁船登録は漁船法による以下の分類に従って漁船登録を行う。蒸気の分類は重複することも可能である。例えば海面と河川、故障などの内水面と両方で用いる5トン未満の漁船であれば3級船と6級船の両方で登録する。 漁船登録番号は、各都道府県が配布し、必ず船体に表示しなければならない。形式としては、以下の例のように、都道府県の識別表、アルファベット、漁船の等級表、1から7、横線、漁船の番号を組み合わせる形式をとる、漁船方式行規則付録第2。例、HK2 から1万、全2文字のアルファベットが、所属都道府県を示す、識別表という、 例に掲げた HK は北海道である。次の一文字は1から7の数字が入り、1級線から7級線を示す等級表という。応戦、配分の後は各都道府県の配布する登録順の番号である。この番号は漁船の所有者が変わっても県外に出ない限り保持される。船名は任意である。例えば、第8幸福丸といった 第丸という鮮明が多いが、丸をつけなくてもよい。丸をつけるのは単なる伝統や慣習に過ぎない。また、第という番号も全くの任意であり、第八といっても八隻同じ名称の船があるとは限らない。むしろ縁起を担いで、第八第十八、といった形で命名している場合の方が多い。鮮明に使用できる文字はひらがな、カタカナ、漢字及び、ローマ字。 外国語は、不可に限られる。漁船のトン数は、通常の船舶と同様に、船舶の総トン数の速度に関する法律に基づき、算定、速度されている。漁業許可の一部は使用する漁船についてトン数の、制限が定められているため、必要以上の大きな漁船を建造することはない。一般の小型船舶は日本小型船舶検査機構が、大型船舶は、 国土交通省の各地方運輸局が速度する。漁船については、小型漁船は都道府県が、大型漁船は各地方運輸局が速度している。アメリカ合衆国の排他的経済水域内で操業許可を持っている、米国船籍の漁船は2万5千隻から2万7千隻とされている。2007年、諸外国 EU、米国、ノルウェーの漁業と、 漁業政策の概要。ノルウェーの登録漁船数は7721席となっている2005年現在。ノルウェー漁船は平均船例は25.1年2005年現在で上昇する傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。